総理、甘利元幹事長が2021年、衆議院選挙において、3億8000万円を使ったことについて、衆議院予算委員会において、伊坂議員の違法な裏,裏金、ばらまきをしていないか確認をしてくださいという質問に、確認をすると、総理は2月14日、答弁をしています。その確認の結果を教えてください。あの確認をいたしました。そしてて、まあ、幹事長については もちろん幹事長は、歴代幹事長はいるわけですが、私が総裁になってからの幹事長ということで、その結果、法令にのっとり、まあ、適切に使用するよう心がけていたところであり、実際にそのように使用している、えこうした回答を受けております。はい委員長何の 何の説明にもなってないじゃないですか、本人が適正にやったったら目じゃないですか、3億8000万を何に使ったか、人を聞かない限り調査したことにならないですよ、それで確認したなんて、冗談にも程があると思いますが、いかがですかあの政策活動費については、あ人を明らかにするということについて。 衆参の国会においても、さまざまな議論が行われてきました。具体的に使を明らかにするということになるならば、個人のプライバシーですとか、企業の営業秘密ですとか、さらにはその政党の具体的な方向性が、ただ政策集団に明らかになる、外交勢力に明らかになる、こういった点を配慮しなければならない、こういった議論が行われてきました。よって具体的にに明らかにすると とということにてては今は今控えると申し上げておりますそして、それを明らかにするというのであるならば、これは各党共通のルールでありますので、法改正等を国会で議論するべきだと申し上げております自民党の政治とカネが問題になって、幹事長は極めて短期間の間に甘利さん、3億8000万、選挙のとき使ってるんですよ。 だからみんなはこれ、選挙に使ってるんじゃないか、おかしいっていうことで、大問題になってるんです、それをつまびらかにできないという確認をしたっていう答弁はだめですよ、そんな不実な答弁ないですよ。